引き続きバトルが続くけど、まあ、8層目か、今。水火か。第20話目。まだまだだな。さてと、ほさっきの話の続きを聞かせてください。聞かせてください。さっき何の話をしていたんだっけ？君が元サバナクロウ寮生ってところからだよ。またサバナクロウ生、あ、そうそうそう、ほんとそうなんです、そこです。気になります。ああ、その話か。はい。入学式で闇の鏡が私に選んだのはサバナクロウ寮だったんだよ。だから憤励じゃなくて不屈だったってことだね。私自身百獣の王の不屈の精神には共感するところも多い。ていうかそもそもあれだもんね、夕焼けの草原出身だからね、レオナたちと一緒だしね。だから両分けには何の疑問も持っていなかった。なるほど。実際サバナクロウではとても楽しく有意義な時間を過ごしていたしね。周りの獣人族飼ってたんだろうお前、どうせ。わかんだよ。え、じゃあなんでポムフィオーレに転寮したんですか？確かにもったいな。よこよこ、エペルよこ、見てみ、お前の領女すげえ顔してる。いや、その気質が合ってたならわざわざ転寮しなくたってよかったんじゃないかな。今のもったいなってセリフめっちゃ面白いな。もっと深く美への理解を深めたくなったからさ。そのきっかけを作ったのがビルってことなんかな。もちろんサバナクロウに所属したままでも独自に美を追求し続けることはできたかもしれない。うん。でも美しき女王の精神をモットーとするポムフィオーレへ転寮した方がより早く美の真相へ近づける。ほう。狩人の勘が私にそうささやいたのさ。まあそう。勘でそんな重要なことを決めちゃうなんて。もちろん勘だけじゃないよ。ビルが美を研ぎ澄ましていく姿をもっと間近で見ていたくなってしまったのも理由の一つかな。やっぱまあビルがきっかけか。炎で熱された鋼が切れ味鋭い刃になるためには相槌役が必要だろ。ほん、なるほど。私はビルの研ぎ澄まされていく美という刃に相槌を打つものとして立候補したというわけさ。なんもわからんけど。まんずいパタだな。あ、いいパタだな。私も転寮したいと聞いた時最初は止めたわよ。ああ、そうなんだ。でもルークはこうしたいと決めたら誰の意見も聞かない。あんたたちも知ってるでしょ。あ、まあでもそっか、それでここ来たんだもんねお前。とてもよくわかります。先輩相手のお前そんな譲れない部分は絶対に譲らない人ですよね。別に悪いことじゃいいんだからいいだろ。気がついた時にはもう複雑な手続きや儀式を終えていつの間にかポムフィオレの洋服を着ていたわ。はいや、今とはビジュアルも全然違っていたし、寮内では浮きまくってたけど。ビジュアルは違う。入寮したてのルークさんってどんな感じだったんですか？髪型とか違うってこと？まず、髪の毛は全く手入れされずに伸びっぱなし。ほう。毛量が多いのもあってパッサパサのボッサボサ。じゃあ今みたいなパッツンヘアではなかったってことか。へえ。さらに日焼けしやすいタイプなのに日焼け予防にもスキンケアにも無頓着だったせいで、星屑みたいなそばかすを散らかした頬と鼻の頭をいつも赤くしていたわ。へえ。じゃあ今のルクハンと全然違うんだ。そばかす似合うな。ルクハンにそばかす似合うな、なんか。そして洋服に重視するのは動きやすさだけ。裾が擦り切れたスウェットや膝が破れたパンツを縫いもせず平気で着てた。野生だな。いいじゃん、そのルクハンもいいな。気になるな。今のルークさんからは想像もつかない。いや本当に野生な感じだったってことか。まあだって嘘が本当か分かんないけど1ヶ月ジャングルで生活したぐらいだからな。まあ、ありえるっちゃありえんのかな。ドレスコードがあるオペラや演奏会に行くときは最低限の身だしなみは守っていたようだけど。てかそうだね、なんかそういう舞台とか家族で見に行ってたって言ってたから、まあただただ本人が無頓着だっただけで。懐かしいね。後輩の前で昔の話をされるのは少し恥ずかしいな。恥ずかしいと思ったらもう一度恥ずかしそうにしなさいあんた。その笑顔全然恥ずかしそうには見えないかな。言われてんじゃねえか。でも美を追求して転寮までしたのに、なんというか自分の外見には無頓着だったんですね。確かに。あとすごいお坊ちゃまのはずなのに、擦り切れたスウェットって。まあそれも確かに。当時のルークが追求する美の範疇に己の外見は含まれていなかったんじゃない？ほう。でもある時、演劇やライブはステージ上と客席が共に紡ぐ総合芸術であるって話で盛り上がったの。ふんふん。舞台は観客がいて初めて完成するものよ。つまり観客自身もキャストの一員と言える。なるほど。もちろんドレスコードがない劇場にラフな格好で訪れることは悪いことじゃない。まあな。でも私なら美しい舞台に見合う美しい姿で感激したいわ。まあテンションも上がるしな。もちろん演者や他のゲストに迷惑をかけるような格好が NG なのは大前提だけどまあ臭かったりとかな自分も舞台装置になったつもりで演目に合わせた服をコーディネートしたりメイクしたりするのも私にとっては観劇の楽しみの一部。なるほど。観劇に向けて自分の気分を盛り上げる、上がるってやつねその話をした後、ルークが好きな役者が出る舞台の前方席のチケットが当たったと喜んでたの。ほう。だから私はせっかくなんだからとびきりおしゃれをして観劇すればと提案した。たまたまスマートカジュアル以上が推奨される劇場だったしね。私はそれまで自分を着飾ることには全く興味がなかったのだけれど、ビルがいろいろとアドバイスをしてくれてね。ビルに全身コーディネートしてもらって感激に向かった日の高揚感きっと一生忘れられないよそっか、よかったな。なんか結構楽しいことしたんだな。感激はいつだって楽しい。でも今までの感激の楽しさを100とすると、その日は120にも200にも感じたんだなんかすごかったってことね。以来自分自身のビューティーケアにも目覚めたというわけさ。ただそのきっかけがなかっただけで、きっかけは全部ビルさんが作ってるだろうか。まあ、今思うとルークが言っていた好きな役者はネージュなわけで。なるほどね。あの子自身擦り切れたスウェットや継ぎはぎしたパンツ姿をファンにさらすのを全く気にしない子だから完全に余計なアドバイスだったんだけどそうまあまあネージュはそういうタイプだからな。でもルークさんがおめかしすることでいつもより楽しめたならそれでよかったんじゃないかな。うん。エペル君の言う通りさ。未知との出会い、それはいつだってボーテな経験だからね。ボーテ100点。おーおー、グリムやん、グリムやん。見逃さなかったぞ俺は。追いかけてみよう。マジであれいっぱいいるじゃんグリム。なんかグリムくーん。タルタロス内は基本一本道。見失うわけが。じゃあどこの階層にもいたグリムっぽい彼はグリムじゃないのかな。またなんかファントムか。おめえらじゃねえんだよ今。グリムなんだよ。てめえらじゃねえんだよ。引っ込んでろ。みんな構えて。上かよ。だからこの野郎、今グリム追ってんだからさ、こっちはよまだかい遊んでやろう。懲りた。早く終わらせましょう。おい、手は抜かない。ああ、高ぶってきた。いい言われも知った。見くびるなよ、愚か者め。そうだ、愚か者め結構下に降りたな。12層だとこのままやっちゃおっかな。なるほど、結構飛ばすんだねここは。6、8、12か。いや、はよグリムを追いかけてんだからこっちはもう。グリムだと思ってたけど性格が似たファントムだったみたいね。あ、またか、またこいつらだっただけか。くそー。くそーって言うと言葉遣い悪いね。うんこーいいんだよこのくだりやんなくて。今回は絶対にグリム君だと思ったのに。いや俺も思ったよ今。だって完全に彼がグリムだったもん。俺結構動体視力いいから見逃せなかったもん。グリムだったもん彼が。グリムどこにいんだよ。私もさ、普段なら動物の形状を見間違えるなんてありえないのに。ほう、確かにルークが見間違えてるってのが珍しいな。さすがに疲労が溜まってきている証拠かな。なるほど。疲労回復に甘いチョコレートバーをどうですか。そんなん持ってきたの。気持ちを落ち着けるために水を一杯どうぞ。うん、どっちがいいんだろう。どっちも差し出せよ。どっちも差し出して、どっちがいいってやんなさいよ。選択肢与えなさいよ。俺が与えられてる。気遣いをありがとう。ああ、そうか。監督生くんって言わないんだね。うん。焦っちゃダメだよね。まあ、俺焦る気持ちはわかるし、俺もずっと焦ってる。なんだったら。疲れが溜まって注意力が散漫になってきている。落ち着いて、慎重に行きましょう。うん。もし道中でグリムを見つけられなかったとしても、イレアたちを懲らしめてケルベロスシステムを復旧させればすぐに見つけられるはず。確かにそうだな。まずはイレアなんだよな。グリムの図太さとしぶとさはあんたが一番分かってるわよね。もちろんあいつは何でも食うしこないだ皇帝の芝生食ってたし。両性の力を信じるのも両を預かる者の務めよ。ああ、もちろんグリムのことは多分俺が一番分かってると思うから大丈夫大丈夫。信じて進みましょう。よし、お願いします先輩たち。僕はあなたたちについていくだけなんで。あ、見て、次の収容所の扉が見えてきた。あ、収容所あんのかまだ。マップによればあの収容所を抜けたその先はついに冥府よ。ラストかこの収容所が。うわーマジか。ということは最も危険なファントムたちが収容されているということだね。なるほど。気を引き締めていこう。うっす。あれ、まだそのアイコンじゃない。さて、今度は何を仕掛けてくるつもりかしら。ん？オルト？あれ？オルト？あれ？何も起こりませんね。あれ？もしかすると本格的に私たちに構っている時間がなくなったのかもしれないわね。え？可能性はある。怖いくらい静かだ。ケージの中でファントムが動く気配もない。今のうちに雷帝の槍を使ってドアを破壊して出て行っちゃうのはどうですか？それも一つの手だけど、雷帝の槍はもしもの時のための切り札。うん。タイタンと交戦する可能性がある以上、ここでは切りたくないカードだわ。まあまあ、でもどうしようかって話だね。それにタルタルスは一本道。収容所のドアは出た後にきちんとロックしておかないと、ケージから出てきたファントムに後ろを取られる可能性が高くなる。怖っ。確かにスティークス書院からもらったマップとセットになっていた緊急事態用対策マニュアルによると、そんなもんがあったのね。あ、緊急脱出用のカードキーが収容所内にあるセキュリティボックスに保存されているはず。カードキーが収容所内にあるセキュリティボックス、どこにあんのそれオルトがこの収容所にいたずらをしていないなら、まだそこにキーがあるかもしれないわ。なるほど。すぐに調べてみよう。セキュリティボックスはビル、これを見てくれ。なんだなんだ。セキュリティボックスが破壊されて中身が持ち出されてる。なんでオルトか。やっぱりオルト君に先回りされてた。でもこの破壊のされ方ってまるで大きな獣が壊したみたい。ファントムってことか。それに傷跡の周りに飛び散ったインクみたいなべちょべちょした黒い液体。やっぱそうか。まさかファントムが自らキーを盗んだ。喋れるファントムがいたから、なんか頭のいいファントムいるんじゃねえのかな。人間を装い我々を騙すほど知能が高い個体も存在する。もしかすると自らキーを使いケージの外に出ようとしているのかもしれない。だいぶ賢いな、そうなると。でも姿が見当たらない。ケージは一つも開いていないようですが、閉まってんのね。隠れて僕たちの様子を伺ってるとか。なるほど。なんかやだなそれ。ありえるわ。私たちの不意をついて倒し外に出るつもりかもしれない。結局ケージを一つずつ開けて確かめてみるしか道はないようだね。そうなの。姿をさらしている分状況的に私たちの方が不利だわ。監督生エペル、うっす。私の後ろから離れないで。うっす。はい、ビルさんの背中は僕たちに任せてください。お、かっこいい。行くわよ。よし、ここで収容所戦か。うわあ、もう球体が見えてるぜ。もうちょっとでイデアとオルトに会えるんだな。あ、桁が少なくなってる。いや、多くない？待って、多くない？びっくりした、今。どっから行くべきこれ。奥から行ってもいいな。30、31とかいるぜ。なるほど、じゃあ93から行くか。98がある。98から行こうじゃ。下って行こう。どうせ31だろ。どうせ31な気がする。桁が2桁になったな。だから強いファントムがいるってことだよな。この辺りの床はだいぶ散らかっているね。落ちているのは金属片のようだ。金属片？エペル、監督生、足元に注意して。あざす。はい。この金属のかけら、ケージの素材と同じ。ほうほうほう。あ、監督生、危ない。あ、俺？あ、エペル君。魔法の発動が間に合わない。こうなったら、おりゃー！何してんそれ。グーパンで言った？こいつか、俺を襲ったのは。始めよう。狩りの時間だ。くそ、俺守られてばかりじゃねえか。なんか頑張れ、もうちょっと、なんかあるだろう。監督せ。僕が手は抜かない。お寝坊だね。ああ、最高の獲物だ。逃がさない。そら、こんなのお話にならないわ。よし、お次はこいつじゃ。おっと、下をしきれはしなかったけど勝ちもした。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。エペルどうしたんだよな。エペル、マーベラス。監督生君をかばうためのタックル、そしてファントムをひるませた華麗な回し蹴り、すごいじゃん。どちらも実に素晴らしかったが、エペル君、怪我はないかい？ありがとう、エペル。はい、大丈夫です。先輩たちがすぐに加勢してくれましたから。あんたがとっさに反応したおかげで、監督生も無事だった。ありがとう、エペル。スマートさには欠けるけど、いい判断だったわよ、エペル。今のあんたになら、背中を任せても良さそうね。この先も頼んだわよ。はい、任せてください。ああ、エペルもニッコニコじゃ。次はあのケージかな。エペル、監督生、もう一歩後ろに下がってなさい。うっす、俺はもう先輩たちの言うことしか聞けないんで。はい、わかりました。行くわよ。へっ、出てきた。グッキャー。もうちょっと喋れるやついねえのか、ファントム。基本的にずっとなんかうなってるとかだけなんだな。雑魚的。遊んでやる。美しく待っておくれ。集中して。どうじゃ。行くぜ。僕が逃す。ダメね。逃がさない。すぐさ。よし、行けた。オッケー。見くびるなよ、愚か者め。まさかビルさんがケージを開けるためにあんな強力な魔法を発動させるなんて。びっくりしました。さすがだね。ケージを開けるついでに影に隠れていたファントムを倒してしまうとは。2回に分けて魔法を打つよりもああした方が時間と魔力の両方の面で効率的でしょ。おお、すごいじゃん。しかし残念だ、この辺りに目的のものは見当たらない。まったく魔力の無駄遣いをさせないでほしいわ。どうしたんだい、ムッシュ姫リンゴ。愛らしく顔をほころばせて。すみません、気を抜けない状況なのは分かってるんですけど、ビルさんとルークさんが一緒だと心強いなって実感したんです。ああ、俺は最初から持ってるぜ。ようやく気づいたの。まったくどんくさいんだから。どう考えても強いもんな。もうなんかいろんな意味で、まあ、寮長と副寮長が一緒にいるのは安心するわな。60、71かな、じゃあ。うわっ、急に立ち止まってどうしたんですか、ビルさん。話し声が聞こえる。話し声。綺麗なドレス、私にちょうだい。ちょっともうエロく聞こえるもん、なんか。女性の声、一体どこから。さっきあれかな、マダムミムみたいなファントムかな。ん、監督生君、危ない。え、まだ俺。おええルークさん、腕に怪我を。かすり傷だ。それより周囲を見ろ。なにファントム A。汚ねえな。小型のファントムが大量に。いつの間に。そんな俺をかばってルークハンが怪我しちゃったよ。囲まれた。いっぱいいるけど、ポンムフィオーレにそれ。あ、ビルさんか。限界じゃねえかそれ。そんな欲しいか。まあ、綺麗なお目目。全員綺麗なお目目してるし、綺麗な唇。全員綺麗な唇してるし。お、二人か。かじりつくなんて。なるほど。雑魚的プラス中ボスって感じか。水がおらん。お寝坊だ。お次はこいつじゃ。ちょっと待って、37000ってさっきの雑魚的一匹と同じ HP じゃねえか。それ、全力で潰してあげるわ。あれが獲物かい？よし、当たり。ここはいかが？ああ、高ぶってきた。そら。僕が。オッケー、勝ち申した。見かけより甘くなかったかな。今じゃない。よし、終わったぞ。あ、ここ終わった。あ、これかっていうか なんとか倒せたようだ、ね、ルカン、怪我は？ルカン、俺のためにもっと早くできる口で言え。それ大丈夫、傷は浅いよ。いやいや、馬鹿にならないって。ブロットを浴びてしまったせいか少し気分が悪い。大丈夫なのそれ？なんだお、僕たちが入ってきた入り口を外から何かが叩いてる。誰かが追ってきたのか、ファントム。次から次へと。今度は何？あっ、なんで落としたのに俺らの後ろにいいんだこいつ。この声はタイタン？タイタンザース。とにかくこの収容所を出て施錠をするんだ。やばいな。ほんの一瞬かもしれないが迎え撃つ準備をする時間が稼げる。じゃあ槍使わんでよかったね。急ぎましょう。よっしゃー。